子供たちと踊る武将隊の面々、中央は徳川家康グレート家康公、青い武将隊は愛知県岡崎市の魅力を広く発信しようと結成された岡崎の観光 PR 部隊。三河武士発祥の地とされる岡崎の岡崎公園内で2011年4月30日に結成された武将隊。名古屋市に続いて緊急雇用対策事業の一環として、 ハローワークで一般募集された8名と名古屋を中心に活躍している俳優の小沢博士で結成された。県内だけでなく千葉県や岐阜県からの募集もあった。メンバーは岡崎城で生まれた徳川家康、徳川四天皇と呼ばれる堺中治、本田忠勝、坂木原康政、井伊直政のほか、伊賀同心の支配役、服部正茂。 徳川十六新章の一人、渡辺守綱、徳川家の重臣である、平岩近吉、本田忠勝の娘である、稲姫。平日は9人の中から交代で、岡崎公園内を練り歩き、記念撮影や案内などでおもてなしを行うほか、土日祝日は11時と2時から、演舞や寸劇、悩み相談コーナーなどを行っている。武将が身につけている甲冑は、 紙で作られている、エコカッチュ中のため軽量で身軽。る。日本舞踊の名古屋西川流師範西川地下がダンスの振り付けなどをプロデュースしている。青い武将隊の集合写真2013年3月末日に、初代メンバーが卒業。同年4月30日に2期メンバー、及び役柄変更後の武将が出陣。各武将が企画した、武将個人によるイベント。 <真 original> http://www.youtube.com スラッシュユーザースラッシュ AOIBUSHOUTAI フィーチャーイコールウォッチ11.8 10名古屋上酔い祭り11.10 15名古屋祭り12.2小侍サミット公式写真集グレート家康オイ部初体2011から2012オフィシャルフォトブックより一部抜粋ありがとうございます